はい、ゲームコレクターの酒館です。チャンネル登録よろしくお願いします。先日ね、超兄貴コレクションというね、謎のアカウントがあってね、まあ、謎の X のアカウントがあってね、謎のティザーサイトがあったんですけど、まあ、全然謎じゃなくても、名前から言っても超兄貴コレクションしかねえだろうって話なんだけど、ついにね、発表されましたね。というか、公式サイト、超兄貴復活応援プロジェクト、まあ、予想通り、エディアさん絡んでたから、あ、これだなって思ったんだけど、本当にそうなりました。ということでね、前回のね、なんか怪しい、なんか二人のマッチョな男の絵柄っていうのが、まあ、そうなんだろうけども、何なんだろうな、みたいなね、なんか、キャラクター違わねえかって感じもしたんだけど、もう今回は安心のね、いつものアイスラでした。で、超兄貴復活応援プロジェクトなので、当然ね、これはカミングスーンオンマクアーケーって書いてあるんだけど、まあ、英語風に読まなくてもいいんだけど、まあ、とりあえずね、ちょっとこう下がってみると、こう、ね、超兄貴コレクションに、7月19日12時より、幕開けにて超兄貴復活応援プロジェクトがスタート。ここでしか手に入らない限定グッズやゲームに、お名前やが掲載される権利など特別なリターンが満載ということで、あ、始まるんだ、予想通りって感じなんだけど、で、一応ね、こう超兄貴とはってこう説明、まあ皆さんも予想通りだったんでわかると思うんですけど、一応ここに超兄貴とは1992年 PC エンジンのソフトとしてリリースされた超兄貴は筋肉ビーがテーマのシューティングゲームという常識を覆す世界観とその見た目に反して高度なゲーム性が評価され、瞬く間にカルト的な人気を集めるタイトルとなりました。まあそうなんだけど、まあ、でね、以降様々なプラットフォームで続編及び関連タイトルがリリースされています。一貫して筋肉ビーをテーマにした、独自の世界観を貫いており、長年にわたって熱狂的なファンの支持を受けているタイトルですということで、まあ2作目がね、こう、愛、超兄貴という、まあどっちかというと、こっちの方が筋肉美のテーマが大きいかなというところがあったりします。なんですけど、まあ前回のね、動画の時にも紹介した通り、PC エンジンで2本出た後、スーパーファミコンで、空中浮遊対戦格闘ゲームの超兄貴、爆裂乱闘編が出て、で、その後、プレステで、まあ、超兄貴、究極無敵銀河最強男が発売されて、で、サタン版が超兄貴、究極男の逆襲ということで、まあ、同じゲームだと思っていいんですけど、まあ、こう出て、で、そっから先、こう、スワンで展開されたりとか、で、あと PS2 と PSP で出てたりするんですけども、まあ、正直言うと、このコレクションっていう以上、まあ、どこまでをコレクションするのか。で、ほら、バリスコレクションなんかも1、2、3って出たし、あと、コズミックファンタジーコレクションなんかも1と2が出てるわけですよ。まあ、天使の歌はね、1個で多分2はないと思うんだけど、で、テレネットシューティングなんかも、あやふな感じなんだけど、じゃあ、超兄貴も、まあ、当然ね、タイトル数からいくと、シリーズというか関連作品からいくと、まあ、どのぐらい続くだろうってぐらいあるじゃないですか。だからこの一作目でどこまでこうね、持ってくるかっていうところがポイントだったんですけど、ここ見るとこんな感じ。はい。超兄貴コレクション。超兄貴シリーズの一作目、あ、第一作目、超兄貴 PC エンジンと第二作目、愛超兄貴 PC エンジンを超兄貴コレクション歌唱として復刻いたします。 PC エンジン版当時の雰囲気や手触りをそのまま再現しつつ、当時のファンの方々のみならず現代のゲームファンの皆様にも、幅広く楽しんでいただけるような機能を追加し、 Nintendo Switch 版としてお届けいたしますってあるんで、まあ無難といえば無難なんだけど、この2本をまとめて出しちゃった時点で、その後出ることあるのっていう疑問すらあるんですよね。だから、まあ、2個目の時にね、まあ、例えば、まあ、スーハミのこれと、実写版のこれをどう扱うのかぐらい。で、その後のね、まあ、いわゆる日本コンピュータシステム、メサイアブランドで発売されたもの以外の、いわゆる、こう、権利を出して作られたような、こうバンダイから出た、ね、スワン版とか、その後の PS2 とか、PSP とかのタイトルが、
入るのか入らないのかってところが、まあ、今後のね注目のポイントになるかと思います。ということで幕開けの方を見てみるとこんな感じで、はい、超アニティ復活応援プロジェクト、はい、これがそうですね、19日の12時からスタートなんで、まだこれはねもうすぐ開始という状態なんですけども、でどう書かれてるか、伝説のゲームが帰ってくる超兄貴復活応援プロジェクト、超兄貴が令和に復活しますする、まあこれはまあまあどうでもいいんだけど、で熱き男の魂を令和のゲームファンにもお届けしますする、まあ、これもあんま中身ないんだけど、でリターンには幕開けでしか手に入らないオリジナルグッズを用意しますするということで、まあなんとなくこう今後もいろいろ語尾にマッスル作るのかなと思うとちょっとうんざりな感じがするんですけど、まあともかくね、まあ中身がないで、まあ普通にまあクラファン使ったらこんな感じになるよねぐらいの話が3つに分けて書かれてるだけってなんですけども、で、こう見てみるとね、もうだいぶね、通知を受けるっていう登録してる人はいっぱいいると。で、ちなみに、超兄貴コレクション、公式ですね。だから公式ってこう、実はエディアさんにしても、まあ、これエクストリームさん、どっちがどうやって展開してるかわかんないんだけど、こういう場合って、エディアってアカウントとかで作ってないんですよね。だから、超兄貴コレクションっていう風につけてるから、他との紐付けがないんですよ。だから、コズミックコレクションを作ってるときには、公式コズミックコレクションとか、バリスだったら、公式無限戦士バリスコレクションとかね、なんかそんな感じの名前の付き方してて、アカウント別枠にしてるから、こう、なかなかね、新しいものが出てくると想像しにくいんだけど、まあ、今後はね、この超兄貴コレクションを追っかけることによって、こう、兄貴のね、超兄貴の2作目、3作目のコレクションが出てきた時には、こう、チェックしやすくなるという感じですね。ということで、1992年、後に後に伝説となる男のシューティングゲームが PC エンジンのソフトとして誕生した。その名は超兄貴。あれから34年、この、令和の時代に名作シューティングゲームである超兄貴を世に広め、新たなファンを、増やしていきたいとの思いからこのプロジェクトを、企画しましたってなってるんだけども、まあ、一作目はねシューティングゲームですよ。業界の初体験はこのシューティングってね書かれてるシューティングゲームなんですけども、こっちはねシューティングゲームじゃないはずなんだよね。 Do the muscle ってあったりしてね、まあシューティングゲームじゃないんだよ。ポージングゲームなんですよ。ね。なので、ポージングゲームなんで、ちょっとその辺、シューティングゲーム復活のさせるのに、いきなりポージングゲーム復活させてしまってるのと、あと、次のスーファミは、シューティングゲームですらないんですよ。どう見てもね。そうなると、ちょっと今後は不安でならないんですけども、公式さん、こんな名作、超兄貴イコールシューティングというところでこうね、企画されてるとしたら、ちょっと今後は不安でなりません。はい。ということで、まあこれは明日以降ね、多分いろいろ公開されていくし、まあ一気にね、多分もしかしたら目標達成とかあるかもしれないけど、またそれはそれで今後チェックしていこうと思います。ということでね、まあとにかく2作品しかね復活されないんで、ちょっとまあこの絵柄的に見てもね、2作品しかないんで、ちょっと今後はねどうなるのかわかんないんだけど、あくまでもね。今まだクラファン始まってないんだけど、僕としてはクラファンがどういう展開されるかよりも2とか3の時にどこまでねこう復活させるか、まあある意味エクストリームさんが制御できる超兄貴がどこまでなのかっていうのがね、こう範囲がわかるっていうねところをすごい楽しみにね、クラファンをこう見つめていこう。だから、まあそういう意味では1年、2年がかりぐらいのね、観察日記になりそうな気がするんですけど、とりあえず、注目をしていこうと思っています。あとね、クラファンってね、ものによっては、こう、がっつり収録されるかどうか微妙というか、この、おまけでこれが入りますみたいな、ポイントもあるわけですよ。だから、そういうところで、こうね、スワンとかのね、やつがどう扱われるかとか、まあ、スワンのはこれ多分無理だと思うんだけど、まあ、そういうね、感じで、ほら、以前のバリスコレクションでファミコン版がこう入りましたとか、なんかいろいろ展開あったじゃないですか。ああいうところがどんな感じに展開されるのかな、というところ。あとは、そうだな、超兄貴の、
まあなんだろうな、原画とか、原画ってあるのかな、まあ、いわゆる市場的なものがね、どんなものが今後ね幕開けの方で出てくるかっていうところもちょっと、ね、注目するといいかなというところと、あともう一個ねちょっと忘れてた、あのね超アニツシリーズは、まあ、大体今紹介したのと、まあ、持ってないのもあるんで PS2 とかね PSP とかも出てるよってぐらいしか情報ないんですけど、それ以外にねこれがあった、パズニン、海人のパズルデーニムっていうねあのパズルゲーム、これもある意味超アニティ関連、まあちょっとね、あの海人というキャラクターは別展開してたものでもあるんだけど、まあ海人ね、海人知らない人にね一応、あのでもさっきまで出したものに出てたんですよ、ほらここ、これね、まあこれっていう感じでもいいのかなあのということでね、海人っていうのもこれもねちょっと、うん、まあちょっと発売元がねメトロ 3D ジャパンさんなんで、ちょっとここまでエクストリームさんのね範囲、あの権利の範囲が及んでるかどうかもよくわからないんで、まあ、ともかくね、あのまずこの日本コンピューターシステムメサイヤさんが発売していたタイトルと、メサイヤさんがこう超アニキの権利を出した上で他の会社から出たタイトルと、あとその海人という別展開をしていたものの扱い、このあたりがねどんな感じにこう今後情報とかで使われてくるか、ほらあのソフト自体は収録できないけども、もしかしたらそのクラファンのところの要素で出てきたりもあるじゃないですかね。あのちなみにこのクラファンね、あのこれが公式サイトができる直前に、あの幕開けの方ではあの幕開けにの登録者のみが見れるような感じで、葉山兄貴のねなんかコメントがあったらしいんですよ。ちょっと僕幕開けを登録してないからわかんないんだけど、なんかあったみたいなんですよ。だからねそういうところも含めてこう資料がねどのぐらい出てくるか、その辺もねこう楽しみにしていければなと思っています。はい、ということでね、また後日あの続報を報告する価値があると思ったら報告します。はい、ということで、このチャンネルに応援いただける方はグッドの評価とチャンネル登録をよろしくお願いします。また僕に質問があったり、こんな企画をやった方がいいよとか、あのこういう理由でこんなゲームプレイした方がいいよっていうねご意見、あのアイデアがありましたらコメントください。あと動画の拡散、 SNS の動画の拡散よろしくお願いします。以上酒缶でした。